絶景動物は、主に脊椎動物の爬虫類や哺乳類の肺や、鼻腔に寄生する動物群。極地動物ともいい、下虫と総称される。かつては、節足動物に、類縁の動物門、いわゆる下形動物門として区別されていたが、後に、節足動物の甲殻類に含まれることが、明らかになった。学名、ペンタストミダは、頭部にある口と針を、 五個の口と見て名付けられたもの。学名はペンタストミダの他にもペンタストーマリングワチャリダーコアンソテカなどがある。体長は1から15センチメートル。形態は全虫型。あるいは下型。体色は白か黄色で透明なものが多い。針は褐色内腫金色。頭胸部には先端に口があり、口の後方の左右に二体の針を持つ。ケファロバエナメのものが 原始的特徴を持つとされ、その仲間では、口も針も東京部から少し突き出した突起の上にある。先端に針を持つ突起は、死と呼ばれ、関節はないが、伸縮性はある。それらは、東京部の側面に突き出し、明らかに前後に2体が並ぶのがわかる。それに合わせて東京部には、不明瞭ながら3節がある。道部には細長く、多くの大節があるが、 付属詞はない。肛門はその後端に、生殖講は死ゆともに腹部の前端に開く。ポロケファルスメでは、頭胸部の針は直接に東京部の覆面にあり、口の左右にほぼ一列に並ぶ。これは、内側の体が、前の外側の体は、後ろのものに相当する。また、生殖口は、オスでは腹部前端、メスでは腹部後方、内脂後端に開く。 腹部は細長く、肺規制のものでは、円筒形、鼻空に規制するものでは腹肺に扁平な傾向がある。腹部は多数の大切に分かれ、少ないものでは20未満、多いものでは100を超える。その数は種の特徴として扱われている。体構は広く、消化管から体壁に続く結合組織によって、区切られて、世空と腹空に区分される。消化管は、 口から肛門に直線的に続き、前腸、中腸、後腸に区分できる。前腸と後腸は、基賃室に覆われていて短く、消化管の大部分は中腸である。口は、ポンプのように液体を吸い込むことができて、宿主の血液や粘液を吸い込むことができる。神経系には、耐火傾向が強く、特にポロケファリス目では、それが著しい。基本的には、 消化管前端を巻くように配置する脳神経節とそこから覆面に伸びる腹髄からなる。腹髄は縦に隙間があり、基本的にははしご形神経系に由来することがわかる。そこに3つ程度の神経節が区別できる。しかしポロケファリス目ではこの腹髄もほとんどなく、消化管の周囲の神経界のみといった姿となる。すべてが死有遺体。普通は オスの方が採集されることが少ない。これは、オスの方が小さく、運動性が高いこと、また短命であるためとされる。オスの生殖口には交接突起があって、これが、メスの生殖口を押し広げ、そこに生死が送り込まれる。生死は糸状で、細長い頭部と微部が同じくらいの長さとなる。卵は、ごく小さく、種にもよるが、 計100マイクロメートルに満たず、その数は50万に達する例がある。それらの多くは表面に粘着性があって、互いにくっつきやすく、また植物などに付着しやすい。乱活は、全活、肺は、節足動物に似た特徴がある。妖精は、先端に、チン室の先行機、側面に似体の針を持つ。ケファロバエガクでは先端に、針のある、イボ足状の付属紙があり、 その姿はやや熊シに似る。ポロケファリスメでは、楕円形の体の側面に針だけがある。その後宿主の体内で脱皮を繰り返し、次第に生体の形になる。エラオ類の調子た虫は、生死の構造、卵巣や妖精の形態などから、節足動物との近縁性は、古くから指摘されていたが、その独特な形態から、節足動物として認められにくく。 長らく独立の動物門とされ、憂詰動物、カンフ動物などとともに、側接触動物としてまとめられることもあった。加藤はこれについて論じ、この他に類縁を主張された軍として、関係動物、接触動物の大足類と雲た類などを挙げた、上で、ほんの2から3の外部、または内部構造の類似を根拠とするもので、ここで、それについて、論じるのは無意味。 とまで書いている。またこの問題について、この類が、よほど古い時代に寄生生活に入ったため、対価的変化が著しいのをその理由に挙げている。しかしザ・ゼイビ、ヒプスサベラスコバ以降の分子系統解析では、下虫は、接触動物の甲殻類で、その中のエラオ類に禁煙であることが示された。それに踏まえて、 生死の顕微構造から形態学的にもエラオルイとの禁煙性を支持する形質が指摘され、両者の類縁性の近さは分子系統解析と形態学の両面から支持されるに至り、甲殻類の分類群の一つであるウオヤドリエビ、類としてまとめられるようになった。2目、約100種が知られる。ありがとうございます。